あ、はい。始まりました。こんにちは。こんにちは。こんばんは。皆さん日曜日の夜なので、今日はお家でゆっくりしてる方も多いかな。そうですね。今日は新作の紹介なんですけど、ちょっとさりげなく私たち来てるの再入荷した。そうなんですよ。久しぶりの。やっぱ久しぶりに見るとめちゃくちゃ可愛いですね。そうなんですよね。結構多分全部の店舗のオンラインでもなくなってたルームが今再入荷で結構入ってきてるので、なんか気になるのとかなくなってたやつとか今もう一回チェックしてみたら在庫あると思うので。そうですね。結構ね、年末年始とか冬で在宅増えた方とかがルーム初挑戦する人とか結構多かったから、そうですね、いつも以上にルームがなかったんだよ先週とか。そうなんです、めちゃめちゃ少なかったですもんね。種類がだけどちょっと増えたのでちょっと今楽しいです。そうですね。なんか店舗とかにもよかったら LINE とかでご連絡いただくと、気になるのとかあったら LINE で事前にお問い合わせください、ね、あ、こんばんはって皆さん言ってください。はい、ね、今日は新作がついに入ってきました。そうなんです。みんなが待ちに待って、もうスタッフ多分速攻買って、そうなんですね、買ってましたね。みんな。もう大好きな、もうハートのモチーフが可愛すぎて、カタログも可愛かったから、すごいやっぱ結構問い合わせとかも多かったような気がします。そうですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いんですよ、ショーツが何よりも。そうですよ、後でね、後でゆっくり。そうですね、もうそろそろそしたら集まってきたので1個目からですかね、うん、ありがとうございます。皆さんウェーブありがとうございます。じゃあブラちゃん、最初のブラちゃんご紹介します。はい、じゃじゃーん、かわいい。かわいいですよね。今回は、パープルとホワイト、ホワイトの2色展開で、こちらです。じゃじゃーん。こんな感じですかね。こんな感じですね。皆さん見えますかね。あ、かわいいっておっしゃってくださってます。ありがとうございます。嬉しい。もうちょっと近くの方が。そうですね。白の方が刺繍、なんていうんですか、レースが。赤、そうですね、なんかちょっとオレンジっぽい糸を使ってるので、うん、2色で結構レースの柄が映えるデザインです。そうですね、これも可愛いですよね。そう、まあ、これは結構うちでよく出してるデコルテレースのタイプで、まあ、いつものサイズで。そうですね、ほとんどいつものサイズで大丈夫かな。私も、ものによってサイズ下げるものもあるんですけど、これはいつものサイズの D で使ってますね。まあ、形は、グラムの形ですね。こちらの、グラムシリーズのデコルテレースブラと同じような形になってます。あ、ワイヤーありますよ、入ってます。入ってます。それと同じ形なので、こちらのタイプにおサイズ合わせていただければ、まあ、問題ないかなと思います。そうですね、結構高さなくて気管で安い方とかにもおすすめです。ちょっとアンダーは今回結構柔らかめの素材を使ってますかね。そうですね、伸縮性がありますね。みんなネイビー推しですかって、ちょっと私はちょっと確かに大阪のスタッフとかもみんな、そうですよね、偏りが上がってました、ね、でもいちかちゃんはさっきやったホワイトで買ってました、はい、そうなんですよ、着ると可愛いんですよね。そうなんですよ、私は紫がそもそも好きなので自然とこっちに目が行っちゃったっていうのはありますけど。そうですね、ね、可愛いです。なんかボリュームを出したい方はこちらのタイプがおすすめですね。ファッションしっかり入るので、ただ着け心地は結構柔らかい着け心地にレースもすごい繊細で柔らかいですもんね。そうなんですよ、はい、私はシンプルですけど、こんな感じで、あ、もうちょっと近くで見たいですって。そうですね、
あ、パープル狙ってます。ちなみにアンダー65のサイズがないようですがってご質問来てるんですけど、アンダーがもともとお作りがうち70からになっているんですけど、普段65の方で70で使っていただけるようなちょっとタイトめなおサイズ感になっています。私も一応日本のブランドだと、あの65アンダー、 D の65で使ってまして、アンブラだと、まあ、D の70で大体は使ってます。そうですね、物によってちょっと伸縮性もあるので、例えば65センチ以下の方とかだと、ちょっとこれとかだと結構伸縮性があるのでちょっと緩く感じるかもしれないです。なのでもしちょっとこのタイプ、アンダーの伸縮性タイトめか緩めかちょっと気になるなって時は、あの店舗のスタッフとかにお問い合わせいただければお答えしますので。そうですね、はい、胸の形も綺麗に見えて可愛いっておっしゃってくださってますね。そう、結構丸く見せてくれるシルエットなので、可愛い、可愛い。そうなんですよしかも本当にデコルテにレースあるとお洋服に響きにくかったりするのでね、本当に使いやすい形ですよね。そしたらじゃあショーツのご紹介を。あ、そうですね、ブラジャーじゃ手間だけ。そうですね、ブラジャーの今みちみさんがつけてくださってたのが AB1611 ですね。4分の3デコルテレースブラジャーで、おサイズが、B の70から G の75まで展開していて、お値段が5800円プラスタックスになっております。はい、でこのトルソーと一緒に着ているショーツが、ね、後ろがハートになってるタイプで見えますかね。ここがハートになってるんですよ。ちょっとハートなんですよ。なんか多分こう手を入れていただくと分かる。こんな感じです。ちょっとハートになってます。写真がありかますかね。ちょっとで、サイド結構幅あるので、まあ、安定感のあるタイプですね。ちょっとあの普段ノーマルしか履いたことないって方でも挑戦しやすい、一番控えめなタイプのショーツかと思います。そうですね、あすいません間違えちゃった。こんな感じですね。今アップで出てて、モデルさんが履いてるのがパープルの方なんですけど、こんな感じですね。控えめだけどハートあるから結構インパクトあるし、そうそうですよね、なんか可愛いですね。後ろ姿も可愛いですかね、はい、ちょっとあの初めてのデザインショーツにはいいかもしれない、うん、でもう一種類が紹介しちゃいますね。そうですね、あじゃあ品番だけごめんなさい品番がAU の、AU の3915デザインヒップハングショーツで、お値段が2400円プラスタックスになっております。こんな感じですね。ちなみにあのホワイトを肌に乗せた時の感じを見てみたいですっていうことなんですけど、ちょっと次いちかさんが次来てくれるので少々お待ちくださいね。ショーツが今回4種類あるので、ちょっと2種類目も続けてご紹介します、ね、もう1種類目が、ティーバッグタイプですね。こちらです。前はまあシンプルな華奢な気にするサイド紐なので細めのタイプで、こんな感じ。後ろが開いてるデザインに、あ、後ろがハートに開いてます。かわいいそうなんですよ。布の感じが面積ちょうどいいですよね。すよ結構これかわいい。お尻結構この形プリって見えるレース面積だからすごい。そうなんですよ、おすすめです。めっちゃおすすめです。の方上にこうレースがついてるので、なんか食い込みすぎない感じ。そうですね、私あの普通のジーンズだとちょっと寂しくなっちゃうので、うん、これちょっとデザインが結構好きなんですよ ですよね買ってましたよね、みちさん。これ買いましたしっかりかわいいですよね。かわいい。ショーツの透け感はってきてます。あ、透け感、さっきの透け感。そうですかね、結構、まあ、あもう少し近くで見たいですっておっしゃってますかね。これのことですかね、うん、
こんな感じで、これだと1枚、後ろは1枚レースです。で前はちょっと二重でメッシュがついてます。だいたい全部そうですね。他のティーバッグだとちょっと色違いの方なんですけど、前がメッシュで、そうですね、後ろがこう1枚レースになってます。刺繍が可愛いですよね。そうなんですよ、こんな感じです。そしたらティーバッグの品番が au の3917デザインティーバッグショーツで、 お値段が2200円プラスタックスになってます。はい、次のブラジャーご紹介します。次がブラのもう一つの形ですね。すみません、画面ちょっと動いてて申し訳ないです。下になんか映っちゃってますよね。そうです、ちょっとちらっと見えてますね、デザインのショーツが。デザインショーツが私物です、これ。ちなみに今日買ったんですよね。あ、色迷いますって。着ると結構、そうなんですよね、はい、でいちかさん実は今ノンパテッドのもう一種類のタイプのブラジャーを着てます。そう、あの、わかります？向かって右側、こっちがパッと抜いてるんですよ。1枚だけで外しができるので、そうなんです。これだとカップ今入れてる状態なんですけど、こんな感じで、あ、すいません、カップが取れます。横からスッポッと取ったら簡単に取れますか、ね、レース1枚ペラペラ。これがスタッフが大好きな、そうなんですよ、ノンパテみんな買うやつ、みんなこっち買ってなんか全然ね、あのこっちの色だとレースなしで着てもびっくりされるんですけど、全然透け感気にならなかったんですよ。まあ白は今ちょっと透け感あるので、ちょっと一応あのシール貼ってます今日はでもめっちゃ可愛い、この透け感が。ノンパテッドにできるのすごいって驚いてくれてます。いいですよね、なんかどっちでも。ちょっとピタッとしたお洋服着るときは全然パッと入れて使うと、そうですね、気にならないんですけど、めっちゃ便利ですよね、うんうん、便利だし付け心地すごい楽だから。そうなんですよ、ノンパテッドは全部買ってますそうですよね、全部ね、はい、可愛いですよね。なんかなかなかいつなんか着たらいいのって思う方もいると思うんですけど、あの最近だと厚手のニットのお洋服の時とか、あのそうですね、ボリューム別に出さなくてもいい時に結構私はつけてますね、はい、そうですね。ちょっとあの取れそうなやつをよかったら近くで見せますね。これアンダーの部分もめちゃくちゃ可愛いんですよね。そうなんですよ、ここが全部レースになってるんで、後ろまでレースになってます。あ、ノンパテ大好きですって言ってくださってますよ、ね、めっちゃ可愛いんですよ。可愛い。なんかナチュラルな感じが。そうですね。ちなみにサイズ感はいつもの普通のワイヤーのブラと同じおサイズとかで大丈夫かなと思いますね、このタイプ。普段だと1個カップ下げたりする方も多いんですけど、これは結構そうですね、そのままでも大丈夫かなと思います。あのバンジスが狭くて、こう前にボリュームついてる方とかだったら1個下のサイズでも大丈夫です。そうですね、はい、あ、ショーツかわいいですって見えちゃったそうなんですよ、これですよね。そしたらじゃあショーツ、あ、その前にブラですねの品番言いますね、はい、ブラが AB の1613 3/4レースライトブラジャーで、お値段が5400円プラスタックスになっております。これも今回もノンパデットになるんですけど、 G の75までおサイズ展開しております。あ、そうです、2色になります。今回パープルとオフホワイトの2色展開になっております。みんなショーツかわいいって言ってくれて
紐が3本に。そうなんです、はい、じゃあちょっとショーツいきましょうか。そうですね、あ、このコレクションすごく楽しみにしてましたって。嬉しいです、嬉しいです、私もです、ね、みんな楽しみに待ってたやつしてました。でショーツ、そしたらもうさっきから見えてるこのデザインショーツですね、今回の紹介していきたいと思います。このサイド3本になってますね。でちょっと横もショーツすごく迷うって。そうなんです、全部可愛くて、私も昨日一日悩んで、でも絶対昨日持って帰りたかったから昨日決めました。そうですよね。ちなみにみちさんは T とデザインショーツ、デザインショーツ、えちかも一緒だよね。同じです。一緒です。一緒だった。可愛いですね、ハイウエストで。教えちゃった。そうなんです。このデザインが一番欲しいです。そうなんですよ。これがやっぱ一番人気ではありますね。うん、そうですね。はい、あとガーターもこれじゃあ一緒につけてみます。なんかあの大阪のスタッフのリオさんが昨日じゃないか、この間一昨日ぐらいに初日ですね、多分あの色違いの方で。このブラとガーターとデザインショーツ上げてるのすっごい可愛かったので、パープルの方の色味気になる方、あのぜひちょっとリオさんのインスタチェックしてみてください。あ、そうなんです。バックデザインはどうなってますか。バックデザインはこのデザインショーツはちょっとブラジリアンカットになってますね。あ、ちょっとこんな感じ、ちょっと分かりにくいかなこれだと。後ろはこんな感じ、ちょっとブラジリアンカットになってます。あ、パープルのショーツ頼みました、ありがとうございます。頑張ってって多分いちかがガーターをつけた。ガーター一緒に着たらこんな感じです。可愛いですよね。うん、めっちゃ可愛い。こんな感じですね。一緒につけるとなんかハートがたくさん。そうなんですよ、めっちゃいい場合。この組み合わせも全然可愛いですね、うん、なんかハートが目立って可愛いですね。そうなんです。ってしかもちょっといちかちゃんちょっと肌黒めなのでね、よりこの白の柄が目立つのが可愛いですよ。肌との感じがめっちゃいいですよ、ね、いい感じ、可愛い。後ろも見たいです。後ろ一瞬ちょっと恥ずかしい。一瞬なんですか。いい感じで。ちょっとあの肌に同化して見えなかったかな、あんまり、まあ、でも結構ベーシックなブラジリアンカットに。嬉しい、このガーターのデザイン今までで一番素敵ですねって。あ、本当です。後ろちなみにこんな感じです。写真良かったでしたけど、モデルが来てる。めっちゃ可愛い。わら。あ、それがちょっとヒップの方が隠れちゃってるのか。鏡に映ってる。これじゃないか。ちょっとお店 の、 あのホームページの方とかだと、はい、ウェブショップとかだと、尻はギリギリですよね。そうですね。ムチムチすぎてギリギリで。でもこれはやっぱ可愛いかな。ですね、ガーター買っちゃいました。ガーター、これで結構初挑戦される方多いですね、うん、そうですね。とじゃあ私もう一個の方のショーツ、最後のショーツ、そうですね。なのでちなみにあの品番だけ、ね、ごめんなさい、デザインショーツの品番ですねが au の3918デザインハイウエストショーツで、お値段が2600円プラスタックスになっております。で2色展開ですね、これもですね。そしたら最後、はい、ショーツですかね。今回初登場の、あ、初登場全部初登場。そうですね、マイハートのデザインショーツです。そうなんですよ、こんな感じです。そうなんですよ、やりました。華奢なデザインなのでなんかより際立ちますよね、うん、ここはあの一本シンプルなデザインなのでなんか合わせやすいかな。そうなんですよ、めっちゃ可愛い。
普通にレースがあるので総レースタイプこんな感じです。普通に全部いつものノーマルと同じ感じですか、うん、若干ブラジリアンっぽい感じですかね。フル、ね、バックではないんですけどちょっとヒップ出るイメージです。ガーターすぐなくなっちゃいそうっていや多分いつもガーター使わない人とかも結構買ってくださってるような気がします。フロントのハートは透けてますかって開いてるんですよ。そうなんですよ開いてるんです。こんな感じそこが伝わりますかね。そこは何にもあの布がない感じになってます。ハートの部分はガーターとか他のところも全部開いてます。めっちゃ可愛いんですよそれが、ね、あフロントのハート可愛すぎるって。そうですね結構後ろハートもやっぱ人気なんですけど結構アンブラお持ちのお客様とかはそうです、ね、やっぱちょっとこのデザイン珍しいので結構人気高いですよこちらも。そうですね。あ昨日パープル購入しましたって早い嬉しい。私も昨日買いました同じタイミングでこれはでもそうですね今悩んじゃいますよね。そうですよね。これも結構白い刺繍に入ってるので、そうですね、結構レース際立って可愛いですね。パープルが大好きですって私もそうなんです。着てたら紫とかネイビーばっかりで家帰ってなんか着てたら濃いめな色が暗めなのかばっかり選んじゃう。ありますよね。それ好きな色が好きだからはい、これが AU の3916デザインノーマルショーツでお値段が2400円プラスタックスになっております。ブラは2タイプですかって。そうです今回2種類ですね。さっきのいちかさんが着てたのがライトブラジャーと私が着てるのがデコルテのレースのタイプです。どっちもワイヤー入りになっています。じゃあ次はルームウェアを紹介します。そうですね今回もたくさん4種類あるの で、昨日購入して今日早速着ちゃいましたってナイティも今日から着ようかなってぜひぜひ嬉しい。嬉しいですよ。そうなんです。こんな感じです。まず1個目ですね、はい、肩レースでこのグラデーションがめちゃめちゃ綺麗なんですよね。多分これ胸のところもちゃんと中に二重でメッシュ入ってるんで全然1枚で着ていただけます。今いちかさんも1枚で着てます。でも全然透け感とかもトップ気にならないですかね。可愛いんですよね。これなんかスタイルよく見えますよね。めちゃめちゃよく見える。なんかやっぱウエストが結構上に見えるからかな。キュッて結構絞ってあるからすごいでふわってなってる感じ。そうベビードールもめちゃくちゃ可愛いで、わ可愛いってめっちゃ嬉しい。でこれ背中後ろがそうなんです。クロスのタイプになってます。ちょっと肩にあるだけで暖かいし。そうですね。こちら売り切れてしまった場合再販することはありますかって。そうですね、まあ一応再入荷はあるはあるんですけど、再入ルームウェアですかね。そうですね。再入荷した時は結構1個ずつとかになっちゃうので、新作のタイミングだと結構まとめてポンって入ってくるんですけど、再入荷する時は1個ずつのことが多いので、なんかもし気になる場合は店舗の方に例えば入荷したら取り置きとかそういうのもできるので、こちらでご連絡していただければ再販も受けたまります。はい透け感かわいい。めっちゃかわいい。あしかも嬉しい、アンブラさんはどの角度から見ても可愛さに抜かりがないですねって嬉しい嬉しい。そうなんですよ、前から見ても横からでも後ろでもどこからでも可愛いですで一応セットでこの、はい、履いてるショーツ、ショーツがついてます。はい、ありますですね。ここの透け感が確かにお腹の透け感が可愛いかも。そうなんですよ、グラデーションいつも人気ですもんね。前も水色とかでグラデーションのやつあったんですけど、そうですね、あれもすぐ売り切れちゃって。そうすごい可愛くて、この
もレースがやっぱ贅沢だ、贅沢だと思う。かわいいね、かわいい、かわいい、ずっとかわいいね、そしたら品番ですね、はい、こちらが AN8745 フレンチスリーブベビードールでお値段が8900円プラスタックスになっております。ご質問とかないですかね、とりあえず、うん、そしたらかわいいです。後ろもかわいいですね、はい、ちなみにこれあの後ろがアジャスターで調節できるようになってます。今日色違いがあのあとはい、この色もこちらです、はい、めちゃめちゃ鮮やかな感じになってますね。これも私が思い、そうですね、そうですね、はい、次がちょっと違う形なんですけど、色違いの方で出ます。こんな感じです。かわいい、これもシンプルでね、胸元がめちゃめちゃ綺麗ですよね。V のタイプで、いや横にリボンがついてるので、そうなんですよ、サイドが一応ほどけるようになってるので、アンダーも調節していただけますかね、普段よりも、うん、まあ、でも一応ゴムなのでそんなに窮屈な感じではないんですけど、後ろもレースたっぷりです。そうなんですよ、しかも結構なんかレースが本当に高さが背中があるので安定感ありますよね。なんか伝わりますかね、後ろが結構しっかりめにレースがあるのでブラとかも見えにくいですし、安定感がすごいあるかなと思いますね。着心地もなんかずれる感じがあんまりなくて、かわいい。そうなんです、めっちゃ明るい。一応今私下にブラ着てるんですけど、一応バストのこの部分はメッシュが二重になってるので、まあ、一枚よりかは透けにくい感じに。そうですね、なんかこの色も可愛いですよ、ちょっとなんていうんですか、フェアリーな感じ、うん確かにふわふわなグラデーションがすごい柔らかい感じで、そうなんですよ、やっぱこれはなんかもうアンブラ結構上級者の方とかにもなんか挑戦していただきたい色ですね。そうですね、これなんていうんですかね、ブラッドオレンジみたいな、そうですね、表記赤なんですけど、多分ルームウェアとか赤じゃないんですよね、なんかもっとビビッドなとは、なんかちょっとブラッドオレンジっぽい感じ、うん、そうですね伝わってるかな、美味しそうな色、金魚みたいで色珍しいってそう、金魚みたいなんですよ、そうなんです、かわいい、ね、一応色違いの方はこんな感じで、ね、こんな感じの、それも可愛い、うん、めっちゃ可愛いです、ね、こちらの方がこうちょっと可愛らしい感じが、やっぱリボンがあるので、うん、そうですね、知ってるかな、可愛い、ラテンリボン私めっちゃ好きなんでショーツとかもリボンついてたらいつも買っちゃうから可愛いですもんね、はい、じゃあこちらが AN8744 ベビードールでお値段が8900円プラスタックスになっております、うん、そっちも着てほしいですって、あ、色違いをってことか な、 色違いかな、よかったら後で着てみますね、はい、すます、そうですかね、合ってますかね、きっとじゃあちょっと先にロングの方、そうですね、はい、ロングも2タイプ今回あるんですけど、1個目がこんな感じです。色がめちゃめちゃもう元気が出る色元気が出るの、鮮やかですよね、そうなんですよ、しかもよく見るとちょっとこの胸元のレースとかがオーロラっぽい感じでキラキラしてるんですよね、そうなんです、で後ろがねめっちゃ可愛いんですよ、これもこれなかなか今までなかったですもんね、このデザイン、しかも後ろちょっとゴム入ってるので、なんかあの動いた時とかもそこまでずれづらかったりとか使いやすいかなと思いますね、アンダーも結構ピタッてしてるからすごいフィット感もあるし柔らかいんですよね、そうなんですよ、この生地が着心地がとてもいいです、めっちゃいいですよね、多分あの寝る時とかにすごいいいと思います、絶対いいと思います、柔らかいしすごく、そうなんですよね、
バッグデザインが素敵って。ありがとうございます。背中可愛いんですよ、ね。背中めっちゃ。なんかめっちゃこれを似合う。そうですよね。似合わないかなとか思ってたんですけど、着ると意外と。そうめっちゃなんか、ね、なんかめっちゃハッピーな感じ。そうなんか元気な感じがキャラに合って。しかも後ろはなんかちょっと V になってるところが可愛いんですよね。ロングナイティどっちにしようかめちゃくちゃ迷いましたって。そうですよね、形がちょっと違うんですけどね、どっちも可愛いんですよね、うん、はい。じゃあこれそしたらこっちなんですよ、2種類なんかめっちゃあの双子コーデみたいな感じになってます。こっちだと背中レースです。そうなんですよ、前が透け感少ないのは今みちみさんが着てる方ですかね。こっちの品番じゃん、はい、品番が AN の8747、デザインロングナイティですね。生地はあのグリッチシーのロングと同じ感じですかね。そうですね、あ前回の緑とピンクのシリーズのロングナイティと同じ、ちょっと軽い感じのチャーミングとかに比べるとちょっと軽い生地になってます。そうですね、はい、かわいい、すごい着心地いいですよ。これもすぐ売り切れちゃいましたもんね。そうなんですよ、現在も再入荷で1個だけあります。はい、かわいい、私買ったやつ私買ったやつ長さもちょっと違いますよねって。あ、身長かな、私62で60とかですかね、59とかなんですよ、ね、測ったらちょっとちょっとみちさんの方がでかいかな。長さはほぼ同じぐらい、そうですね、同じぐらいですか。もサリーさんが店長が言ってくださってます。サリーさんサリーさんなんか私めっちゃ声が荒れてきちゃった急にやばい。品番そうですね、はい、今みちみさんが着てもらってる方が AN8748 ロングナイティで、お値段が9800円のプラスタックスですね。こちらどちらも同じお値段になってます。はい、じゃあこちらのちょっと紹介をしていきますね。そうなんです、これ全部背中が後ろがなんですよ、わかりますかね、伝わりますかね。ちょっとこのルームに使ってるレースラメ感があるから。そうなんですよ、めっちゃ可愛いですよね、めっちゃ綺麗なんですよね、可愛い。なんかさっきお客さんがインナーで使っても可愛い。あ、そうですね、なんかロングのワンピースとか着るときに可愛いし、ロングワンピでなおかつ背中ちょっと見えてもあ、え、めっちゃいいと思います。ていうかもうそのままこれで外出られるぐらいの、いや今これぐらいいける気がする。そういけると思います、なんか上に羽織ったりとか、あと、うん、マジと海外とかね行けたのには、行けた、これ一枚で、ね、ビーチとか歩けるし全然全然いける。チャーミングみたいな感じですかって。あ、そうですね、結構似てます。そうですね、チャーミング、私もこれ持ってるんですけど、この素材とまあ近いんですけど、チャーミングよりちょっと薄くてちょっと軽い感じの生地になってます。そうですね、あと若干前の V がもうちょっと浅めですかね、今回の方が。これの方がさっき の, あのいちかさんが着てた方の形の方がチャーミングにこの V の着具合は近いです。私のっていうのもちょっと控えめな感じ。そうですね、なんかブラなしで着てもここギャザー寄ってるんでそんなに気にならないと思います。見えますかね、真ん中がクシュってなってるの、ちょっと大人な感じですよ ね, すね。そうなんですよ、お上品な感じ、めっちゃ上品、大人っぽく。このルーム本当にすぐ着ちゃうんですよね、なんか無意識に撮っちゃう寝る時着心地が良すぎ て, てロングシリーズは結構そうですよね、わかります、着たらわかりますよね、結構。そうなんですよ、着てくれたら着たくなっちゃう。めっちゃストレスないですもんね、全くないですもんね、テロンテロンでスベスベで。これもなんか初めてのルームウェアとかでも、あ、いいと思います、安いし時間もな全然ないし、そうですね、これおすすめです。なんかやっぱ後ろが透け感ある方が最初挑戦しやすいかなと思いますね。
あるとなんか何か着ようかなとか悩んじゃうけど、そうですよね、迷ったら全然家族と一緒に住んでるって方でも全然気にならないと思う。なんか私だったら冬の目になんかモコモコガウンとか今の時期は着て生活してます。かわいいそうですね、ちょっと寒いんでね、このままだと。まあでも暖房つけて、私寝る時はでもあのモコモコ脱いでこの1枚で寝てます。なんか布団に触れる感じが好きだからわかります、とてもわかります。あ、確かにそれなら気にならないですねって。よかった、ね、嬉しい。さっきあのリクエストのあった、そうですね、紫の方のベビードール、今度ちょっといちかさんが来てくれてます。はい、こんな感じですね。これのさっきみちさんが着てたやつの色違いですね。それが本当に完売必至そうですね、結構色違うだけで雰囲気全然変わるし、うん、私こっち来たら結構なんか、うん、可愛い感じというかちょっとあれだったけど、うんうん、こっちだったら全然リボンついててもちょっと大人っぽい感じに見えますね。はい、いけると思います。 , 笑ってる笑ってきてる可愛い、このリボンタイプ可愛い、個人的には一押し、うん、横も開いててなんかすっきりしてて可愛いし、そうなんですよね、ベビードールどっちの色も可愛いってきました。ありがとうございます。いやそうですよね、悩みますよね、どうしましょう。あ、でもいちかもね、今日ね、どっちにしようかな、超迷ってます。ブラ買う、ブラの色もやっぱ着比べていただくのがね、一番いいですかね。実際に着るとね、あ、意外とこっちも可愛いって思う時も、思うことあるから。そうなんです、初め絶対紫って思ってたけど、うんうん、着たら白にしまーすとか言って買いましたけど全員一致で白押しだったね、うん、一致が着てたのは、ね、すごい似合ってたからこんな感じで一応モデルさんが着てるのもあるかな。なんかご質問とかありますかね、サイズ感とか丈感とか。こんな感じ。もう一個の形、結構お尻しっかり隠してくれますよね。ちょっと前と後ろが長い感じかな。ちょっとここサイドが、そう、サイドがちょっとだけ短くなってます。はい、ベビードールも欲しいぜひ。いやー、これは可愛いですよ ね、フレアだし、なんかザ・ベビードールっていう王道な形だと思います。めっちゃ可愛い。これも全然1枚で着ても全く透けないんで、うん、そうそう、こっちのね、あのパープルの方は全然気にならない。そうですね、インナーとしても全然いけますよね。確かにこっちの形、インナーで使う方だったらこの形の方が、さっきの肩のタイプは本当お部屋着での使うのがおすすめです。かわいい、 V からこのレースが見えてても可愛いと思います。なんか大きめのやつとか合わせていただいても、なんかニットとかからちょっとレースチラ見せさせても可愛い。それだったらさっきの形でも、そうですね、はい、あ、試着しに行きます。ぜひ待ってます。ぜひぜひ、そうですね、めっちゃ可愛いから在庫あるうちに、そうですね、はい、早めがいいかなと思います。そうなんですよ、結構今日もねルーム人気だったから、うん、そうですね早めに。あ、ハートがいっぱい来てるめっちゃハートいっぱい、嬉しい、可愛い、嬉しい、皆さんありがとうございます。 あと他質問とかね、ご質問とか大丈夫そうですかね。一応あの一緒に今回あのストーリーの方に来てたのはあの多分質問も先ほどお答えできたので、うん、大丈夫かと思います。そうですね、うん、大丈夫そうかなと思います。他のやつとかあ、皆さん近いうちにお店に行きますって言ってくださって、ありがとうございます。いろいろ持ちですね。そうですね、一応今回ブラが2型でショーツが4型で、カタベルトと、そうですね、ルームが4種類です。そうです、はい、ショート丈のやつが2つとロングのタイプが2種類ございます。盛りだくさんです。ショーツのハートの大きさはどの形でも同じですかって。そうですね、同じですね、同じですね。
あ、アーカイブでまた見直しますって、ありがとうございます。嬉しい。同じくらい、ハートがほとんど同じくらいですかね、うん、なります。やっぱ形が変わるだけで雰囲気も全然変わるので。そうなんですよね。ヤシマツは本当に悩ましいですね。いや本当に、これかわいい。ショーツもスタッフ一押し、一押しはこれですね。中継でも一番これそうですね、やっぱ人気でしたね。多分皆さんはほぼ全員オーダーされてるぐらいの。そうですね、スキーバッグ苦手な方でも意外と履きやすいかもですね。やっぱブラジリアンタイプ、そうなんです、ね、T ではないので、でもちょっと食い込んでも多分すごい柔らかいレースなので、うん、気になりにくいと思いますね、うん、あ、2月の初めに西銀座店行きますって。ありがとうございます、お待ちしてます。あ、パープル購入しましたって、ありがとうございます。嬉しい。皆さん早速購入してください。早い嬉しいです、ありがとうございます。ご質問とかなかったら、そしたらそろそろありますかね。大丈夫かな。あ、ブラジリアンカット好きですって、パープルも欲しくなりますって、みんなどんどん迷うって。それは悩む。なんか全然色が変わるだけで雰囲気も違うのでね。そうなんですよね。2色オーダーされてる方とかもいました。そうですね、両色どっちもおすすめですね。したらそろそろ、そうですね、はい、ありがとうございました。皆さんこんな、ね、まだ東京も大阪も大変な時期が続いてるんですけど、そうですね、なんかお家でゆっくり過ごす時のかわいいランチにゲットしてください。ぜひぜひ。あ、ぜひぜひ。どこで購入できますかって。一応オンラインストア、公式のオンラインストアと、あと店舗は西銀座店と代官山店と、大阪がクリスタルアドホリと大丸梅田店、 4店舗あります。そうですね、一応トトタウンにもお店はあるので。そうですね、ぜひネットでチェックしてみてください。見てください。ありがとうございました。ありがとうございます。またお店でお待ちしてますね。はい、ぜひアーカイブ残します。はい。